何これ。拾った。拾うなよ、汚い。絶好のチャンスだと俺は思うよ。劇団員なんて俺には無理だよ。いいか、人間にとって大事なのは人とのつながりだ。それを断たれたら人間は廃人になっていく。そうだな、テレの言う通りだ。なかなかいい。よし、そういうことだ。ありがとうございます。よし、ここが楽屋。俺は奥で寝るから、君は手前で。とりあえず今日クスノキが初めてだから、一通り練習の流れを説明していこうか。テレ、行こうか。え、44。クスノキ、それもう腕立て伏せじゃないな。3、4。全部終わるまで寝るなよ。明日も稽古があるんだ、さっさと寝ろ。スケッチブックは他にも何冊かあるので、もしよろしければ。あ、いや、これで結構。ニュアンスはつかみました。いいですね、これ。だろ、誰の詩ですか。やるな。今回の芝居のプロローグにお前の詩を使いたいんだ。僕の詩ですか。出版？はい、ほぼ確定です。その演劇でもあなたの詩は使われるんですか。はい。面白い。いいかもしれませんね。すべての資金は私が出しましょう。場所の提供もしましょう。すごいな。あなたは自分が書きたい詩を思う存分書けばいいんです。そのお手伝いを私にさせてください。よろしくお願いします。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。館長さん、ダメ出しないんですか。今日はない。